この先装置あるのかな。一旦先進んでみるか。進めなくなったら一回戻ってみる。敵がいるね。反応しない。よし。暴いてやる。よし。よし。ナビの本領発揮だ。お。サーチオブジェクト復活。めちゃくちゃ笑顔だな。これ先にこっち行った方がいいか。ここ行けなくて、こっち側の装置が青だけ操作できる。なんと喜ばしい。ここは全色操作できる。そんで次行かなきゃいけないのがここだよね。これはいじらない方がいい。この奥のは赤がいじれる。白色。なるほど。どっちにしろ閉じ込められる。っていうことは緑色。緑色にするとここが開けるのか。これで黄色。あ、これで通れるようになった?なった。敵がいる。よし、正体を見せろ。だったらこれで終わりだ。よし。あれ、終わったのか。終わったぞ。この調子でパパッと進んじまおう。紫色。こんなライトあったか。組み合わせないと無理だね。複数の色をつけるとライトも同時に複数点灯しているみたいです。今ついてる赤と緑のライト、紫作れないかな。もうさっきからそんな感じじゃなかったっけ。まあいいか。黄色とかできてたよね。紫作るには緑をなくして「こ」だ。よし、これで進めるぞ。研ぎ澄ませ。敵がいる。どこまで降りてくんの。よし、正体を見せろ。うん、よし、うん、余裕すぎた。何もないし、で次、お、よし、石が近くにありそうか。どっちが石だろう。とりあえず前は行ける。大きな階段があるね。建物の上の方へ続いてるみたい。お宝もきっとこの先に。あそこが最終目的か。ここは戻れない。こっち行ける。いいんだよな。あ、ん？あの大階段の先だろうって話だったね。方向違うんじゃないかな。こっちの方も探索しても、いやー、いつも全部行ってますから行くしかないでしょう。石があるみたいですね。うん、階段頂戴しましょう。ここはいけない。複雑な道してるな。これは青と緑が操作できる。ちょっと待って。緑色にしないといけないね。緑にして。あれ？これ。縮小拡大、なんか色がよくわからないんだよな。緑にしたらいけんのかな。緑にしてみる。黄色になったな。緑でもないのか。黄色、アイテムゲット。あ、こっから飛び降りれるんだ。あー、でそこの先がいけない。緑を振ったら赤。あ、いけそう。それでここ行くには赤をオフにすると、お、そうか、何色にも設定してないから取れるのか。あのシャドウすごく強そう。しっかり準備して挑みましょう。やろうかやるしかない。そこの石が欲しいんだよな。こいつか。これ一緒かな。ハフニールだっけ。ああ、弱点一緒だ。ということは戦い方も同じでいいかもしれない。これなんでいつもなんかちょっとずれてんだろうね睡眠の小瓶。よし、寝たぞ。寝た時の回復量が凄まじい。ラウル、ハンドムショーだ。よし、寝たぞ。あれが取れないな。これだ。回復量が凄まじい。総攻撃かけたいんだけどな。薬だとダメか。抗がん音取れない。寝てくれ。映画音してお、取れた。よし、ホールドアップだ。なかなか取れなかったな。よし、これであともうちょい。反射しちゃうのか。これでとどめさせないかな。よっしゃー、倒した。タラタタ、なんとか倒せた。よし、石をゲットするぞ。最後の石ゲットだ。うん、青い石。よし、早送り。ティーン、悲願の結晶。3つ目の石入手です。うん。先生の欲望がこんな形になるなんて。で、なんかまたジョゼにあってさ、あれもらわないとね、アクセサリー。ほんでこれを間違えた。赤。で、あと行ってないとこ行こう。水色にして、あ、取れたな。あー、で、あとここ渡るだけか。ちょっと待って。これ何色？白。あ、白ね。なんやかんや、全部取れたか。よし。よっしゃー。よっしゃー。これでゴールか。なんか複雑だったな。開いた。全部いったよね。まあいいや。あ、人セーフルームだ。よし。全部行ってるな。行ってないとこ、行ってないとこないね。ここはなんだ？またビデオがある。テープも入ってる。今回で最後だと思いたいね。今の時間、あ、確かに。今度はなんだ？これは？教授？今さらやってきて一体何だという。力を得てから教授に会ったのか。それはかつてあなたが捨てた僕の論文をさらに研鑽したものです。そんなことは読めばわかる。今さらこれが何だというのだ。単に僕の意地ですよ。研究中止の理由とされた実証性の不足が今は解決したことを示したかったんです、うん、そのようだな。その点は大したものだ。しかしこれはもう終わった話だ。いい加減に忘れたらどうなんだね。結構固執してるね。そういうわけにはいかないでしょう。認知科学はあまりにも世界に影響を与えすぎた。何が言いたい。世間を騒がす精神暴走事件や、ああ、怪盗団による大人たちの急な心変わり。ほんと最近かこれ。それら全てには認知科学が関わっていますよね。そしてそれを裏で手引きしたのは代議士獅童正義です。そこまで分かってるのか。怪盗団が改心させたことで彼も多くを自白したようですね。かつて獅童は本当に最近だ。僕の認知科学研究に目をつけ、それを奪い取って自分の懐で研究を進めた。さらにその研究成果を使って精神暴走事件を起こし、うん、それを政治利用した。そしてあなたもその一連に関わっている。違いますか。私をどうするつもりだ。この教授どっかで見たような気がするけど、モブのデザインだからちょっとわかんないな。同じ人なのか似たような人なのか。変えてみせる。世界を指導と違って金も権力もない君のような一個人に何ができる。僕の論文はここで終わらない。僕はたどり着いたんです。個人ではなく世界の認知を変える方法に。メメントスか。たとえ何年かかろうとも僕が必ず実証してみせる。わけのわからん講釈を。帰りたまえ。二度と顔を見せるな。あなんだ。あピンクの雨が降った時、うん、どうかしたのか。あなたには見えないんですか。空が。ああコープ関係にあった人だから。時は満ちた。この声は。ようやくこの日が来たか。我は人の心の世界に住まう。もう一人の汝。もう一人の僕。人の心の世界。まさか。この世界は。お前は知らんだろうが、我は以前からお前と共にあった。力使ってたもんね。しかし我の存在する人の心の海とお前の現実は今まさに融合を迎えた。さあ、あれか、あの偽物イコールの聖杯と戦ってる時にメメントスと現実がちょっと融合を仕掛けたもんね。あ、これで契約したのか。そういうことか。こんなことが。あ、それで可能性に気づいたの。こんなことできるんだって。おい、さっきから何をブツブツ言っている。さっさと帰ってくれ。ええ、帰りますよ。大丈夫。これでようやくあの教授に頼らなくて済むことになったもんね。自分の力でどうにかできる。うん。さっきから気になってたんだ。お母さんがしてた認知科学の研究と丸木先生の研究、何か関係がないのかって。丸木を潰した後は自分の息のかかった駒に研究を進めさせた。うん、もっとも研究をしてる本人たちは何も知らなかったんだろうけど、あの男の考えそうなことだよ。あの野郎、明智君のお父さんだ。今はあんなこと言ってる場合じゃねえか。うん、指導のことともう一つ、映像の最後に映ってたのはおそらくマルキのペルソナだろう。うん、空が赤くなってたってことは、私たちが統制の神と戦ったあの日ってことなのかな。そうだね。ラベンツァ殿も言ってたが、あの時現実とメメントスは融合した。だから条件が揃っちゃったのか。ペルソナの完全な覚醒は異世界でないとできない。うん、つまりマルキはあの時異世界に入ることでペルソナ能力に完全に覚醒したことになる。同時に大衆の認知、メメントスに干渉するチャンスも得たってことね。やっぱり全ての条件が揃った。その後はラベンツァから聞いた通り、うん、本当にいろんな偶然が重なった結果なんだね。そうみたいだね。何にせよこれで大体の事実が把握できた。本人にとっては見られたくない記憶だったかもしれないけどね。進むしかない。迷ってる暇なんかないぞ。迷ってる暇ないよね。同じことを言ってる。さすがもうペルソナ5 200時間近くやってるから、みんなとだんだん考えてることが似てきたか。セキュリティロック。空が赤くなったあの瞬間、マルキ自身に起こった出来事、ペルソナと契約してたね。ペルソナだって。ペルソナの完全覚醒。これだ。これだ。授業中に正解選ぶとこれだっていう。ロックを解除します。開いたな。お宝はもう近いんだろう。なんか強そうなやつがいる。ムッキムキマンが。こいつを倒せばこの先シャドウの反応はなし。なるほど。最後の関門ってやつか。万全の状態で挑んだ方がいい。もちろんだ。行くしかない。いつでも準備万端だぜ。俺たち会長だ。なめるなよ。押し通る。こいつなんだっけ。なんか作ったことあるなこれ。なような気がするけど、合成結果に出ただけかも。あ、合成結果に出ただけだ。なんだろう。これは弱点を。こいつ弱点なかったかもな。弱点を探るとこからやってみるけど、炎上状態ブレイブザッパー。でも今んとこあんちゃんの炎が効くからなんとかなりそう。攻撃力上がった。多分なんか物理系のキャラだったような気がするんだよなこいつ。ペルソナダイヤモンドダスト。うん、耐性があるのか。あ、間違えた。10使ってみるか。耐性があるね。はい、転生しちゃおうかな。みんなの大体効きそうだし。状態以上回復した。マハジオダインとか使ってくる。弱点の人いなかったね。ブレイブザッパー。うわー、クリティカル出てるよ。うわ、デトックス。マルキコープ効果が。どっちの方が効くかな。ネギドラオにしてもよっ。なんか万能属性ってあんまり効かないよね。冗談してきたってことは風使ってみるか。風。あ、いた。イーシュタル。万物流転。うん、なんか普通だった。お、いいじゃん、ショータイム。付き合ってください。告白されてるみたいな。そんな大したあれじゃなかったね。これ大炎上だ。よし、もう勝てるぞ。あ、目つきが変わった。電撃ガードキル。電撃耐性なんてあったっけ、誰か。映画音だ。よし、タラタタあったね。よし、お宝目の前。お宝。綺麗なとこだな。ここは。何これ、アダムとイブみたいな、なんかエデン。まるで楽園だ、ね。あ、楽園、そうそうそう、楽園、エデン。英語で言っちゃう。自分の研究が成就したら。世界がこうなるとでも言いたいのかな。うん。楽園。でもそれってさ、みんなが幸福に感じないといけないんでしょう。全員の願いを叶えることって無理だと思う。誰かの願いは誰かにとっては幸福じゃないかもしれない。お宝まだ見つけてないのに。でもそれも認知を変えればいいのか。いや。それってただただ自分の理想的に世界を作り変えてるだけだね。もやもや。そしたらもうみんな同じことを望んでるように認知を変えてしまえば、みんなこういう楽園になるはず。じゃあこれでルートも確保ってことね。統制の神とあんまり変わんないよね、そう考えると。あとは予告状を。あれ、そういや今回ってどうやって予告状出すんだ。予告状ね。確かに丸木先生ずっとパレスの中なんだよね。怪盗団は決行日前日に予告状を出す。それはマルキも知ってるはずだ。今までのあの男の動きから見て、その日に何か仕掛けてくる可能性は高いんじゃないかな。うん、そうか。ジョーカーにね。ジョーカーに。俺に？確かにな。ならば予告状はジョーカーに渡しておこう。仕掛けてきた時点で待ち伏せして叩きのめすのもありだと思うけど、近づいてきたら予告状を渡すってことか。できっかよ。目的は現実を元に戻すことで、丸木先生を倒すことじゃないわ。冗談だよ。それにパレスから出たとはいえ、外も丸木の作った現実だ。確かにね。逆にペルソナを使えない僕たちがやられかねないからね。君たちの言う通り、正々堂々丸木を改心させた方が確実だよ。改心。丸木先生のお宝盗んだら元の現実に戻るんだよね。確実とは言えないが、おそらくな。みんな大丈夫か？もちろん。ここまで来たんだもん。今さら迷ってられないよね。未練があるとか言わねえよな。俺らの筋通さねえとな。丸木先生の言った期限、2月3日だったわよね。2月3日だったね。ああ、今までにない相手だ。戦いに備えて可能な限り力をつけておこうぜ。そうだな。もうある程度はちょっと力つけてるんだけどな。やり残したことが特にないなら一気に入り口まで。いや、ちょっとまだ戻らないかな。無理せずにほどほどにですよ。これ一回じゃあ帰んなきゃいけないのか。まあまあ広いね、ここね。この階段の先は何？この階段の先はまだ行けない。じゃあもうこれでお宝ルートを確保ってことだ。なるほどな。あこっから戻れないのね。だから聞いたのかそうか。まあ、やり残したこと特にないから帰るか。どこだ。一回帰ろう。外観か。で、うちどこ？よーし、約束の日まで備えあるのみ。引き上げようか、一回ね。引き上げよう。お疲れ様でした。お宝ルート確保した。あとは約束の日まで待つだけ。何事もないといいけどね。なんかあんのかなよし。疲れただろう。ただいま。一つ気になったんだけど、丸木先生が前日に来るって話、あくまでもかもだね。当日まで現れない可能性もある。盲点だった。その可能性は低いと思う。成人気取りの彼の性格からして最後に裏切ってくるとは考えがたい。おそらくはね。その気があるのなら私たちの存在ごと消しちゃえばいいんですもん。そうだね。猶予ある方がこっちとしてもありがたい。丸木先生の力はいろいろと謎すぎるし。そうだね。時間が許す限り力をつけないと。予告状のデザインにも磨きをかけるとしよう。そこはいつも通りで OK だ。残念だ丸木がいつ来ようが決行日は変わらねえ。それまでにしっかり備えておくぞ。ということは早めにパレス攻略したけど、サイさんの時だっけ？誰かの時もなんか期日ぐらいまでできなかったよね。期日になって強制的に行った時あったよね。そんな感じか。あと7日。じゃあそれまでちょっといろいろ準備をしておこう。おはようっす。約束した日もうすぐだね。そうだね、待つしかない、本当にメメントス考えとくわ。あとで焦ってもお世辞集まるなら呼んでくれ。まあリクエスト出たらね。分かった。刈り取るものを。ハイテンション威力上げとこ。向こうもコンセントレート。よし、抗がん。あんまり効かない。映画音効くのか。うん。ダイヤモンドダスト全然効かない。大炎上するか。マハフレイダインなるほど。メンバー入れ替え。モナ参上。違うな。ランダマイザー。うん。最大員全然効かんな。ハイテンションデータブフライン。ナイス。あー、よけられ、ナイスナイスすが、来たな、ショータイム。いいぞ。おー、いいね。右ドラオン。あー、右ドラオンしてみるか。おー、結構効いたな。ということはネギドラオンとかの方がいいのかな。温泉いやいいか。一回ジオダインして飛んで大炎上だ。へへへ、外しちゃった。おお、2人効いてるぞ。火炎ガードキルなんだと。こんな時はミシアライザーだよし、攻撃力元に戻ったか。超特大ダメージ。レーバテインやってみるか。物理効くのかな。そんなに効かない火炎属性疾風属性で全然効かない。ゲッレディー、ハイテンションしよう。よし。食いしばってる。マハムドン。オムンクルス身代わりになったか。ペルソナ。回復だ。即死系の攻撃めっちゃしてくんだね、あいつね。右ドラ、これでいけるだろうよっしゃ類まれな反逆者ゲットしたな。じゃあ先を急ごう。刈り取るものを刈り取ったぞ。おはよう。おはよう、明智くん。なんかすごい探偵っぽいコート着てるね。君たちとの取引はもう少しで終わりだね。その後はどうするの？答える義理はないよ。取引の範囲外だ。そんな先のことより今はマルキに勝つことを考えてくれ。負ければ死よりも屈辱的な結果が待ってるんだからさ。そうだね、明智君はそういうやつだった。ほどほどの給料と忙しさが俺には合ってたよな。辛いなら考えないことが一番。全部忘れるのが楽だよ。ヒーローとか感情移入できねえ。今の時代に合わなくね？っていうか、ほどほどの幸せをみんな噛みしめてるんだよね。なんか疲れちゃった。やっぱ無理しちゃダメだね。このままが一番。そうだよな。なんだ？もう2月、結婚日まであと3日。やばくね？早くね？不安なのはわかる。明日なんですね。フライングとか、いや、特にはないかな。今は待つしかないみたい。じらすな。うん。今はできることを最大限やっておきましょう。だね。うん。いろいろ準備できるのも明日まで。やり残したことはないか？ないぞ。マジでないぞ。おう、スミレン。今日が丸木先生から連絡が来る日かもしれない日。どうした？いえ、考えることいろいろあって。まあ一応お世話になってたカウンセラーの先生だもんね。学校行きましょうか。そうだね。来るとしたら今日なんだよな。やっぱり緊張しますね。授業に集中できない。いつもそうだ。今日はマジだ。まああとは戦うだけだしね。さすがマルキが接触してくる可能性が高いのは見ようだ。現れたら予定通り頼むよ。分かった。来た時の判断任せていい？任せろ。危ないことがあったらすぐ知らせてね。マルキがどう動くか、さすがの我が輩も少し緊張するっす。そうだね。ん？なんだ？先輩、マルキ先生から連絡が来る日ですよね。その前にどうしても聞いてほしいことがあるんです。今日ってお時間ありますか？なんか、そうだね。今朝もなんか話したそうだった。話を聞いてやった方がいいかも。会いに行こうか。ありがとうございます。一旦待ち合わせしよう。あ、これあれか。教会イベントだな。男の人を呼ぶのって初めてだから緊張する。きれいな部屋だね。部屋の乱れは心の乱れですから。今日わざわざ来ていただいたのは先輩に決意を聞いてほしかったんです。なんかスミレンとさ、明智くんの教会イベント来ないからいつ来るんだろうなって思ってたけど、この部屋は私とかすみが世界を取るって誓い合った場所でもあるので、この部屋にあるもの実はほとんどかすみとお揃い。ちょっと色が違うくらい。昔からずっとこうだった。かすみがお揃いがいいって次々と決めてって、好きだったんだね、かすみのこと。はい。かすみを大切なお姉ちゃんを失ったのはショックでした。今はこうやって口に出せますけど、いなくなった当時は。私、丸木先生には感謝してるんです。そうだよね。どういうこと？そう感謝はしてるだろうね。私にかすみとして生きる道をくれました。あの時すみれでいることから逃げてしまったけど、もしすみれのままだったら自殺とかしてたかもしれないもんね。先輩に相談するとこもなく泣いて暮らしてたと思うんです。かすみ先輩じゃないわ、美穂先輩とこうして出会えたのもかすみとして生きたからこそ。一歩ずつ前に進んですみれとして前を向けたのもあの時があったから、あの時間は私に必要だったと思えるから感謝してるんです。でも感謝しているからこそ伝えたいことがあります。一度は現実から目を背けた私がまた前を向けたってこと、すみれとして前を向いた私を見て先生に考え直してほしいって思うから、一緒に戦おう。はい。吉沢すみれとして全力で挑みます。その意気だ。そしてここで強化か。この 2体が合体するんだね。融合。おお、真っ白。さらにシンデレラっぽくなったな。これはすみれのペルソナがバナディースからエラに進化した。エラ、シンデレラの本名か。はい、シンデレラってあだ名みたいなもんだもんね。みお先輩、ありがとうございます。先輩と出会えていなかったら自分を見つめるなんて怖くてできませんでした。これからも一緒に歩いてくださいね。私を見失わないように一緒に行こう。はい。どこまでだって一緒です。ありがとうございました。いやー、スミレン強くなったな。夜明けのベールってなんだ。スキルがいっぱいです。敵一体に物理属性で特大ダメージ2回。全体攻撃いらないかな。空間サポート変えるか。